生きづらさを解消する宇宙マーケティング自分ブランドとはと、はい、村岡剛さんの苦しかった時の話をしようかからですね、はい、自分ブランドをどうやって作っていくかっていう話ができればなとは思ってるんですけども、簡単に復習をさせていただくと、森岡さんもおっしゃってるのは、はい、あのナスビがナスビだ、はい、を分かってると、はい、これは一番いいよと、はい、なんでナスビが人参になろうとすると苦しいよねと、はい、いや自分で目指すのも苦しいし、はい、人にやれって言われるのも苦しいと、はい、なんでまあこの辺僕も難しいのは、自分がナスビがナスビって分かってないと自分で思ってるので、はい、ここが苦しいところなんですけど、はい、まあ、自分の得意でナスビとかを決めてしまえっていうことを言ってるんだなと思ってるんですね。多分価値観の話だと思うんですよ。はいはいはい。才能とかよりも価値観っていうのは、まあ、やってて楽しいかとか気持ちいいかとか、ね、苦しくないかとか、はい、はいはい、だと思いますっていうので、まずそのナスビを決めましょうみたいなことを言ってます。でもともと日本はそういうのが教育でやってなかったから難しいよねっていう話をしながら、皆さん今が一番若いですから、はい、今から何かをするときに、その積み上げていくといいのは、その会社社歴じゃなくて、はい、職能だよと、はい、何を技術として身につけていくか、はい、っていうのを意識しましょうねっていうことを村岡さんはおっしゃっていて、で、まあ、この自分ブランドを作るといいよってなぜ言ってるかというと、自分っていうのが決まれば、はい、人と喋るときに、はい、まあ、主に今面接と考えて、はい、その就職活動とか、はいはい、そういう時の、の時に何も緊張しなくなるよと、はい、なぜならこの大切なのは、まあ、このコメントでさくらさんが Who, What, How が大事とおっしゃってくれたように、はい、この大前提でこの森岡さんが信じているのは、はい、伝え方 How よりも中身 What、何を伝えるかが重要な意味を持つと、はい、まあ、誰に対してっていうのはあるんですけど、はい、伝え方よりも How よりも What、 何を伝えるかが大事だよと、はい、いうことをおっしゃっていますと、はい、あの What というのはメリットを伝えようと、 How っていうのはどうやってなので、例えばその何ができます、細かい何ができますっていう話よりも、はい、どんな便利ができるか、その風にとっての、はいはい、風にとってのどんな便利ができるかを伝えるっていうのを意識しましょうねっておっしゃってて、このブランドを作るとそれができるようになるよっていうのをおっしゃっているので、自分ブランドを作ろう、はい、僕が作りたいと思っている、はい、からこんなのをやってると思ってます。こちらあのブランドエクイティピラミッドと言いまして、攻略する市場に刺さっていますと。で、誰に何をどうやって伝えるか。で、一番下にブランドキャラクターっていうのがあって、自分をどうやってそこに刺すか、はい、みたいな図がこちらですと。一番上は攻略する市場ですと。この全ての中から戦場を規定しましょうと。この私が参入する活動領域、ドメインを定めましょうなんていうことを言ってます。企業ブランドで考えると市場であり業界であり、まあ、就職活動するんだったら会社ですね。はい、まあ、業界とか、ね、業界とか、はい、はい。戦場を規定する意味は、規定しない場合を考えると分かりやすいよと。いつでもどこでも戦いますっていうと、経営資源の配分が広く薄くなって、どの戦場でも戦力が枯渇し、勝つことができなくなりますよなんて、はい、確かにこの今マンチェスターです、ね、もうそうなんですよあの今この USJ を劇的に変えたたった一つの考え方っていう本も読んだんですけど、はい、やっぱりここでもこの出てくるのは、マーケティングって何って言われると、はい、マーケティングっていうのは売るというよりも売れるようにする仕事だよと。商品を売るのは営業の仕事、商品を売れるようにするのがマーケティングの仕事だと、はい、で自社製品が顧客に選ばれる必然、選ばれて当たり前の理由
を作るようにするんだよと、はい、なんでこれ宇宙マーケティングとして生きづらさが解消できるなんて書いたんですけど、はい、中田のあっちゃんがね、はい、商売の鉄則っていう動画を上げてるんですけど、はい、そこでなんかガッテンガッテンのことを言ってたんですけど、はい、中田のあっちゃんが一番初めに言ったのが歌手も、はい、寿司屋も、はい、タレントも弁護士も、はい、先生も誰だって同じことをやってるんだと、はい、でその同じことっていうのは人に好きになってもらうことだと、はい、みんなその仕事をやってる、はい、っていうのを言っててそれってマーケティングじゃんと思ったんですよ、はい、マーケティングって全部ですからね、商品開発から売るところまで、あ、うん、あ、そうなんですけど、はい、で、でマーケティングの本質っていうのが出てきて、はい、マーケティングの本質とは売れる仕組みを作ることだと、はい、どうやって売れるようにするのかというと、はい、消費者と商品の接点をコントロールすることだと、はい、コントロールすべき消費者との接点は3つあって、消費者の一番初めに出てくるのが、はい、消費者の頭の中を制する、で2番目は買う場所、はい、まあ、ポイントオブパーチェスとか言って、はい、POP なんて言いますもんね、店頭を制する、で3つ目が商品の使用体験を制するなんていうのが出てきて、はい、消費者の頭の中を制するんだと、はい、なので人を好きになってもらうっていうことは、はい、人の頭の中に僕である必然を作る、それはブランディングですよね、どっちかというとマーケティングの話をしてます。でマーケティングは全部を含む、ブランディングも含むなんで、まあ、そこまで言っちゃうとね、はい、まあ、マーケティングの話をしています、はいはい、なのでこの自分ブランドを知っておくと、はい、あ、そっか、そうなるとこれで言うと、はい、今恋愛に当てはめようとするとね、はい、市場なんか相手って誰でもいいわけじゃなくなってくるんだ、はい、そうそう、誰でもいいってやると戦力が分散して弱くなるよっていう話じゃないですか。あ、だとだからこの大企業の戦略ならいいんですよ。スペック年収1000万みたいな。年収1000万、180センチです、はい。スマートです。上場企業で働いてますか。細マッチョです。ベンチャー社長やってますとか。なあ。はい。IT ベンチャー社長やってますみたいな。ユニコーン目指してますみたいな。なるほどね。はい。っていう人だったらこう広く浅くいけると思うんですよ。僕にはマーケティングが必要だった。はい。はい、まあ、それはそういうマーケティング。強者、強者の戦略。話がぶれちゃいますね、はい、でここでも出てくるのは、はい、戦略が大事だよと、はい、こういう戦略、はいはい、で戦略っていうのは選択だよっていうんですね、はい、資源、本当資源をどこに投入するか、はいはいはい、選択と集中ですよね。あ、もう、はい、そうですね、はい、っていうところでまずはこの自分を理解しましょうね、はい、そうすると、まあ、恋愛でもそうですし就職活動でもそうだし、はいはい、で結局仕事って人に好きになってもらうことだよ、はい、だとすると自分を知っておくことって大事だよね、はい、と思ってるので。商品ですからね。そうなんですよ、はい、で会社っていうのはよくなんか行きづらいって仕事があって言ってる人は、はい、最近思ったのはなんかお客さんを間違えてるのかなって。お客さんっていうと誰の話？本当のお客さん。多分会社員のお客は上司ですよね。はい、はい、まあ、会社というか、うん、はい、だとかなって、はい、だと俺はちゃんと仕事しててさ、お客さんやってるんだからさ、別に会社の言うことなんて聞かんで聞かなくていいんだぜみたいなのは違うのかなって、はい、まあ、その、まあ、そこ合ってないって話じゃないですか。ミスマッチみたいなとこじゃないですか。そうだから、はい、そこはあの人に好かれることをお客さんに対してやってないよね、はい、ってのちょっと今日朝トイレで思いました、はい、すいません。で、まあ、そこがナスが人参になろうと思っても無理だよねって話。あ、そっか、はい、うん、なるほどね、はい、だからナスはナスの戦略みたいな。あ、うん、はい、でそこがミスマッチが起きてる可能性もあるじゃないですか。起きてる可能性があります、はい、ブランディングだとフォワットが大事ですねと。そうですね。でも結局何をが分かってても、はい、ターゲットが間違ってたら刺さらないですもんね、まあ、全部ですよ。
何が大事じゃなくて、何がも分かってないと、はい、商品が分かってないと売り込みようがないわけじゃないですか。どこがターゲットかも分からないそうし、だから全部分かっておく必要がある。この商品はこんな強みがあってっていうのを知っておく必要があって、この強みが刺さるのは誰かですよね。はい、はい、なんで僕はそうやってやってこなかったので、はい、50までこの手たらくですよ、はい、なので僕はこれからだと思ってます。でそこをこの就職でいくと、とにかく雇ってくれるとこみたいな感じで探すと、自分の強みが活かせないところに入ったりするわけですよね。うん、そう、はい、あとなんかその、まあ、私がやったのが、はい、なんかマスコミって華々しくていいよね、はい、みたいなので、はい、マスコミを志望し、はい、広告代理店みたいなところに入って、はい、スタートしたんですけど、はい、まあ違いましたね。はい、はいはい、まあ、でもまあ先ほどおっしゃったその自分が分かって入れると、はい、が、まあ、もちろんベストですけど、はい、ちょっとだけ別の意見、あたかかつとさんという、はい、イシューから始めよう、はい、の人はとりあえず食えるとこに行けみたいなのはおっしゃってますけどね、はい、要はなんか自分自身なんて分かるわけねえよと、はいはい、っていうのをおっしゃってる人もいます。はい、はい、まあ、だから選択なんですよ。それだったらそれを信じていくしかないわけですよね。ああ、なるほどね、はい、そういう考えですね。でも、まあ、確かにそう、本当にこれで良かったのかなっていくから苦しくなるわけですよ。そう、その、まあ、今、はい、私が言ったのも、はい、あたかさんに質問としてね、はい、就職の人が、就職活動をしてる人が、はい、私がこれから一生何をかけていいのかわからないんです、はい、っていう質問に対して、はい、いや、そんな大きいこと考えずに、はい、とりあえずあの自分が飯を食っていける、はい、夢は小さい方がいいよと、はい、で小さいのを求めていくうちに大きくなっていくからみたいなのを話されてました、はい、まあ、で今話してるのは、はい、それとはちょっと別なんですけども、はい、自分っていうのがでも分かってると、はい、方向は分かりますよね。方向は分かります。なので間違ってない方向に行けるのかなとは、間違ってないというか、はい、自分を生かせる、はい、なすびを生かせるところ、はい、まあ、なすびを知る必要もあるとは思うんですけどね。で、まあ、とりあえず食えるところにっていうのはそれを探すっていう意味でもまあなくはない。まあまあ、やめたらいい、無駄にはなりませんからね。はい、はい。